とっておきのこいつがあるんだよ。はい、じゃあ、皆さん、こんにちは。はい、本日皆さん、僕一人スタートということで、本日もアニメドッキリをしていきます。まあ、ドッキリっていうか、検証動画ですね。はい、本日今僕らどこにいるのかというと、スーパーの駐車場にいます。で、僕は今ここで何をしているのかというと、オープニングを撮りに来ました。本日僕らね、兄とスーパーにお買い物に来たんですけど、僕は兄にトイレ行ってくるっつって、今車に来てオープニングを撮ってるんですよ。だからあんまり時間もないので、すぐに今から戻ろうと思います。本日はね、どのようなことをやっていくかというと、兄の道徳心を確かめようと思います。ということで、本日の企画、スーパーで弟が万引きをしていたら兄は止めるのかよってことで、僕は本日は万引きをしてきました。見てください、このショコラパン万引きしてきました。へへへへ、お金を払わないで食う飯はうまそうだなっていうのはさすがに冗談で、万引きなどしておりません。良い子の皆さん、すぐに本気にしないでね。さっきね、僕ら兄と一緒にスーパーに入ったんですけど、僕はね、トイレに行ってくるっつって、このパンを先に買って、今車に降りてきたんですよ。兄はね、僕がこのパンを買ったことはまだ知りません。僕はね、ただトイレに行ってくるっつったので、兄はね、僕がこのパンを買ったとは思わないはずなんですよ。で、僕らまだランチも食べてないので、このスーパーでランチを買って、この後一緒に食べようっていう話をしてたんですよ。まずは普通にランチを食べて、その後に僕が、やっべえ、まだちょっと小腹空いてるなーつって、ポッケからこのパンを出します。兄からすれば、おいお前そのパンどうしたんだよってなるじゃん。ポッケから出てくるの。シールも何も貼ってません。弟はこのパンを万引きしたって兄は思うんですよ。僕はね、万引きしたって別にいいでしょ。別に誰にもバレてないんだからって言い通します。果たしてね、兄は僕を止めるのか、それとも黙って見過ごすのか、一緒に検証していこうと思います。さすがにね、トイレ長いなお前ってなるとちょっとやばいので、一旦僕はね、スーパーに戻ります。それでは皆さん、弟がスーパーで万引きをしていたら兄は止めるのかどうか、皆さんと一緒に見ていきましょう。よいしょ。俺運転ね。オッケー。ちょっと久々にベンツも運転させてくれよ、お前。マジで眠いから逆に助かる。え、あ、助かるのね。助かるんですよ。俺マジで、久々にこんな眠いんだけど。この後まだ編集残ってるで。めっちゃ眠いな。マジ持つかな、今日。帰りちょっとミンミンダハ買おうぜ。いや、ガチ眠い。マジエナジー必要、無理だわ。ミンミンダハ、強力なやつ買おう。あんのそんな2種類あるじゃん、なんかある。ああ、あった。待って、どうやって運転するんだっけ。いいで。はい。ガチで忘れた。マジで言ってんだ。動いた。まあギアがね、確かにハンドでやるからね。お前の場合左手でこうやってやるでしょ。だってここ開けてくれないと分かんねえじゃん、お前。ちげえ、俺のギアこっちで。ああ、そうだったよね。また待って、厳密に言うと俺のギアはこっち。いやいや、これせっかく買ったんだから、お前電池温めてじゃん。こうよ。食うよ。でもちょっとあっちで食うよ。ああ、ちょっと圧迫感なんていうの、ちょっと暗いから嫌だね。ちげえよ、これだよお前。ここのスーパー、お前有料だろ駐車場。そういうことか。うん。そういうことか。これか。お前暗いとこじゃなくて、外のいい天気だからさ、今日外で食べたいのかなと思って。ちげえよ、お前どんどん加算されてるんだぞ。そういうこと、やっぱお前これに強いね。お前分かってんね。お前すごいね。最近ガチ金欠だから金がない。ありがとうございます。いやーでもいい天気だな今日。いやマジもう腹減った。てか俺ら何も食べてねえや。そう。これが夢のライフだよね。待って、ガチお前車高低くないこれ。やばくね、かっこよくね。ガチで怖いんだけど。シーツやばくね、赤がっしゃ。まあかっけえな。ってかハンドル柔らかいな。硬いのお前のポルシェ。いやこれめっちゃ柔らかいんだけど。全然禁止運転したことなかった。あ、もっと重いってことか、硬いっていうか。そう、もっと重い。そういうこと？ガチで軽い。超軽いなお前。運転しやすいよ。まあ確かに車高が高い方が運転しやすいとか言われるけど。まあその面ではそうかもしれないけど、ハンドルとかめっちゃね動くよね。いいねこれ。だって加速やばくね。全然ポルシェと違うんだけど。わけねえだろ、ポルシェも加速やべえよ。いやいや、軽い、車が軽い。そりゃそうだな。ちょっと押しただけでピューってなるじゃんこれ。じゃあそっか、お前結構今ねあっち乗ってるから、俺これしか乗ってないからさ、比較できないけど、お前比較してみてどう。いや結構違う。いやめちゃくちゃ違う。せーの。いや軽すぎるマジだと。これでいけるやん。お前回り方とか気をつけろ。幅違うからさ、ぶつけんなよお前。いやこれ運転しやすいな。加速しよう。おお、まあ加速はでもポルシェもいい。ふざけんな、スポーツモードにしてやろうか。いやいや、加速とかの問題じゃない。軽い。じゃあここに止まるよ。うん、家着く前にもう食べちゃおうぜ。もうだって俺ら最近自炊してなくね。もう忙しすぎて、もうコンビニの弁当かスーパーの弁当じゃんお前。今日もそうだ、レンジで温めて。マジで確かに家で食ってないね。食べようぜじゃん。まあでも家で食うとね、食った後にすぐ編集じゃん家だと。ああ確かに眠くなるから、今のうちにね、外にいるうちに食っとけばなんとかなる。かわいいな、お前。しかもスーパーだとこういうのが嬉しいんだよな。20% 引きです。あ、ほんとだ、そうだ。めっちゃいいじゃん。20% 引きってことは値段書いてある。お得だ。結構50円ぐらい安くなってる。ガーリックチキンライスか。うわー、口臭やべえよ、ガーリックだよ。まあでも大丈夫か、気にする必要ないね。僕らにはなんと、ガールフレンドがいないんだ。うん、誰にも別に何も気使う必要ないんで楽だね。じゃあ来るか、ちょっとサンルーフあげる。ない。まあいいけど別に、なんで俺に聞くの、お前の車なんだろう。あ、そっか、俺の車か。お前の車だから。あげていい？いや、あげろよだから。あ、そっか、俺の車か。あげていい？いいってもう早く食べようぜ。マジ腹減って死にそう。あ、待って。今のうちにちゃんと食っとけよ、お前。お家帰ったら食えねえかんな、お前。編集だから。確かに、もう食えねえのかよ。うわ、マジ車でお弁当食うのに慣れた自分が怖い、恥ずかしい。昔はさ、家族でいいんでね、ゆっくり何も考えずにご飯とか食べれたけど、今ってもうご飯も食べれないよね、もうゆっくり。もう車でご飯食べて済ませれて、どういうライフ送ってんのって感じ。これが幸せなんだよね。そもそもこの車、飲食禁止じゃなかったっけ？もういいんだよ。あ、いいの？もうね、この忙しさでそういうの付き合ってらんない。でも動いてる時はさすがにダメ。あと、さすがにいいとは言ったけど、お米は絶対こぼすよ。なんか、マック系のパリパリ落ちるやつは絶対にダメ。あ、こういうのならいいんだ。でもこぼすなよ。こういうのだからこぼしていいとかじゃない。こういうのだからこそこぼすなよ。はい、わかりました。チキンとかだったら普通に食えばこぼれないからいいの。マックとかは絶対無理。止まってても無理、あれは。マックはね、まあ落ちるからポロポロ。あれは絶対もう現金です。これはもう頑張ってから、箸だとこぼれるならスプーンもらってこいよ。あ、確かにお前、これだって油もさ、なんかついてるから、これ箸で取れないやつよ。あぶねー、こぼすなだけって俺がこぼそうとした。いや、もうこうやっていけよ。スプーンもらえばよかったな。こんな感じで。じゃあ行くか。そんな感じで行くしかない。いただきまーす。いただきます。やっべえ、今日初めての飯じゃねこれ。あれおいしい。ガチ、もう朝じゃん、これが。もう夕方だけど。夕方になるやな。いただきます。これが楽しいよね。なんていうの、なんか、忙しいか忙しくないかって言ったら、忙しい方が楽しくない？まあね。まあね。うまいうまいな。これなら400円の感じだよね。もともと600円だよ。まさか 20% 引きだもん。そういうことや。うまっ。うまい。絶対眠くなるよ、これ。炭水化物。うん。俺もなんかいいもの食べたって感じじゃない？うん。うまい。マジでいいもの食べたって感じだ。自分に言うと気持ち悪いかもしれないけど、まあ誰もいないからこそ言えるんだけど。スーパーのご飯で喜ぶ人にいんのかな？俺らだけ？まあ俺らだけじゃねってか、俺らもうお腹が空きすぎて何でもうまいって言うんだよ。うまいよ、俺も。だからツナマヨとかでいいんだよね。もうほんとに。常にステイハングリーでいろってこういうことなんだよ。何でも感謝するから。高級何？焼肉、高級フレンチとか。もういらない、逆にむしろ。マジおにぎりでいい。行くか。よ。でも待って、なんかまだお腹空いてんだよな。だいぶ家に多分なんかじゃあ。あ、そうだそうだ。これも食べよう。とっておきのとっておきのこいつがあるんだよ。お前も食べる？待てよ。何それ？パンパン、ショコラパン。食べる？まだちょっと小腹空いてるよ。どこからできないの？ポッケ。ポッケだね。一緒に買ったやん、これ。いや、これはこっちじゃない。これ別で。別でってない。一緒にレジ行って、一緒に領収書もらったやろ。いや、これはレジ通してないやつ。はい？レジ通してない。だってなんでこれ。この中に入ってた？入ってない。だってこれ180円じゃん、パンのくせに。高えじゃん。いいとこ入ってんじゃないの？何してんのお前。いやいや、いいだろお前。実際バレてないんだから。バレなきゃ何でもいいんじゃない？万引きだよ。万引きってお前そんな硬いこと言うなよお前。返してこい。万引きって思うから万引きってなるんだよ。俺の話聞いてさ、頑張れば頑張ろうとその先も見えてくるって言ってんの。これ頑張ってんの？これ汗水垂らしてないお金で買ってんの？お金でもない。いやお前、汗水垂らしてポッケに入れたんだからなお前。怖かったんだからな。怖いやろお前。お金出せよ、仕事してんだから。あるだろ180円ぐらい。でも他のものに使えばいい。なんでこのパンに俺180円出さないといけない？食べたいんだろ？食べたいからお前出さないと。消費者。なんかを得るためにはなんかを出さないといけないの。いやいや、俺はなんかを得るために何も出さない主義なの。そうすればウィンウィンじゃん、俺が。なんで俺がウィンルーズにならないといけない？僕の地球、お前の周りで回ってると思ってんだじゃん。いや、いいじゃん別に。これ盗んだからってスーパー潰れるわけないだろう。いや、お前みたいな人が何十人、何百人、何千人いたら潰れるよ。でも俺しかいないわけじゃん。わかんないじゃん。お前みたいなバカ野郎の考えいっぱいいるかもしれないじゃん。そいつらは勝手にお前、牢屋、お前、ぶち込まれりゃいいんだよ。俺はぶち込まれてないから。いいやろ、冗談やってんだろ、なんか。いや、これはマジで、まあ、いわゆる万引きした。ふざけるな、自分で言うな、堂々と。それ捨ててこい。いや、いいだろ、別に。元の場所に捨ててこい。なんで捨てんだよ、お前。捨てる違い。元の場所に置いてこいってこと。なんでだよ。元の場所に置いてこい。いやいや、もう一回お店から出しちゃったから、これ戻したら逆に。間違えてポケット入れてましたって言ってこい。間違えてポッキーに入るわけないだろ。いいから食おうぜ。間違えてこの中に入っちゃってましたって言って戻してこい、元の場所に。いいから食おうぜ。戻してこい。マジこう、マジ。戻せこれ。戻せ、開けるな、開ける。なんでだよ、お前。おかしい。バレてないからいいだろ、別に。バレてなかったらいいのかよ、お前。いいだろ、別にバレてないんだから。俺にバレてんじゃん。言わなきゃいいんだよ、お前。もう誰にも言うなよ。知ってる以上もう罪悪感だよ。降りろ、マジ降りろ。ちょっと待って。降りろ、いいから。はい、お前が万引きはー。お前が万引きはー。俺なんもしてない。俺が戻してくるから。分かった。はい、てってるー。偉い。てってるじゃない。お前は偉い。俺は偉いよね。当たり前なの。本日の検証結果、兄は万引きした弟を止めるでした。よいしょー。弟が万引きしたら兄は止めるのかでした。あのね、誰くらいした時にもうこんなことさせないで、まだ回ってんのこれ。ずっと回ってます。エムレ、俺さっきトイレ行ったやん。トイレ嘘。これを買って車でオープニング撮ってた。いや、お前信じただろ。信じてない。いや、信じたよ、お前。ぶっちゃけチラッと先っちょだけ信じた。はい、ってことで、ロニーさん、この切り出たらこういうことちゃんと、よろしくお願いします。いや、まだガーリくらい作ってんだから、お前エンディング勝手すな。エムレ。なんだよ。はい。あなんだよ。わかるだろ、おい。何よね。共犯者だろ、お前も。いや、俺のも知らねえ。見てない。お前と一緒にお前これ盗もうって話しただろ、お前。見てない、聞いてない、知らない。企画にすればバレないと思ったから、まあ一応こんな感じでやったけど、実際これレジ通してねえし。やめとけ、俺まで巻き込むな、知ってるよ。だからいいじゃん、誰にも言うな、お前。みんな見てないし。だからこそ俺に巻き込むなってたの。待って、俺カメラ切ってねえ。そう、だから俺を巻き込むなってたの。お前だけ炎上してろよ。せめて俺だけ生き残ってれば俺が何とかしてるから、お前の人生も。お前だけ炎上してくれよ、よそで。いやいや、これは賞味期限が切れてたから、店員さんが、はい、どうぞ、持ってけって言ったの。廃棄ってやつか。そう。そんなの通用しねえよ、お前。バカ野郎、これ何炎上だ。お前これ万引き炎上だろ、万引き炎上だ。